10月ですね。10月といえばヘビーメタルが好きな日本人の誰もが日本のメタルフェスラウドパークの季節だと思うことでしょう。毎年10月の恒例行事、秋の名物でしたね。まあそれは過去の話ですが、2006年から2017年までのことですね。残念なことに2018年に開催を見送られるという悲劇が起きました。ところが2023年にまさかの復活。3月に幕張メッセとインテックス大阪で開催と以前とは違った感じではありましたが、とはいえ再び開催してもらえたのは嬉しい出来事でしたね。が、この2023年のラウドパークは限定復活とのことで、次はいつ行われるのか全くわかりません。まあ今後もラウドパークをやってもらえるかどうかは日本のメタルファンの熱意次第ってところでしょうね。ラウドパークは開催するたび人々からいろんなことを言われますが、こういうところなかなか触れられないよな、ラウドパークのこういうとこもっと評価されるべきだよなとゲームメタは思うことがあります。その人々がなかなか触れないラウドパークのもっと評価されるべきだと思うこと、ラウドパークなど長年メタルフェスに行きまくってきたゲームメタが熱弁します。人々がなかなか触れないラウドパークのもっと評価されるべきところとは一体何か。それは環境面の良さ。ラウドパークってすごく環境がいいんです。もしかするとラウドパークって世界一環境のいいフェスなんじゃないかと思っちゃうぐらいです。この点に触れる人なかなかいないのですが、ラウドパークマニアのデンメタはラウドパークのこういった点をもっと評価されてほしいと心から思います。と言ってもラウドパークの環境の良さってラウドパーク以外のフェスにもいくつも行ってないといまいちキンとこないと思います。他のフェスなど比較対象がないと環境がいいだなんて実感が湧かないものです。そこで海外の大規模な野外メタルフェスを聞き合いに出してみましょう。日本のメタルファンってこういう海外のメタルフェスによく憧れますよね。ちょうどデンメタも今年はこの手のフェスで特に有名なダウンロードフェスティバルに行ってきたところなので、実体験したものとしてちゃんと説得力ある説明ができるかと思います。こういう大規模な野外フェスってラインナップや現地の様子の写真だけ見るとすごく華やかでつい羨ましくなっちゃいますが、裏があるんですよね。過去にも動画で語ったりしましたが、こういうフェスって過酷な環境なんですよ。郊外型のフェスですからね。どういうところが過酷なのか、まずは何と言っても会場がとんでもなく広く膨大な距離を歩かされること。そして野外なので当然天候の影響をもろに受けます。また昼と夜とで寒暖差が大きかったりもします。暑さ対策も寒さ対策もしておかないといけません。たくさんのものを準備しておく必要があるんですよね。不十分な備えで軽い気持ちで足を運ぶと痛い目に遭ってしまう、そんなフェスです。こういう郊外型の野外イベントって本当にワイルドでハードですよ。アウトドア好きの人だったらそんなハードなところも楽しめたりするかと思いますが、アウトドアが苦手な人だとすごくきついかと思います。一方でラウドパークはそういうハードなことが一切ありません。こちらは都市型の屋内フェスですから、ほとんど歩かなくて済みますし、屋内で行うので健康の影響もなし、通常のコンサートに行くように軽装で行けます。とても楽で快適なんですよね。またいつも秋に行うというのも何気に大きな点です。秋って暑くもなく寒くもなく気候がいいですよね。とてもお出かけしやすい、会場を行き来するのさえ快適であるという、何から何まで快適尽くしなんです。アウトドアが苦手な人にも優しいフェスだと思います。他にも地味にいいところだと思うのが、ライブのフロアに入場するのがスムーズなところですね。フェスによってはライブエリアに入るのに持ち物検査をされます。ダウンロードフェスティバルなんかはライブエリアに入場するのに厳しく手荷物チェックされます。持ち込み禁止に指定されているものがとても多いんですよね。それでカバンの中身を隅々まで念入りに調べられます。
これがまた地味に面倒なんですよね。一方でダウドパークは会場の中に入るときは軽く手荷物検査があったりしますが、そこから先は何も検査がありません。スムーズにライブを見に行くことができます。こういうところがまた何気にグッドなポイントなんですよね。そんな楽で快適なフェスであるため、ダウドパークってライブを見るのにとても集中できるんですよね。大規模なフェスだとライブを見る前にハードな環境に体力をごっそり奪われて、ライブを見ることにあまり集中できなかったりするんですよ。テントを設営したりとかやることも多いですし、こういうフェスってとてもゴージャスでとんでもなくすごい体験ができますが、それゆえに情報量過多で頭がバグったりもします。それからこのことも言っておきたいです。ダウドパークなどの日本のメタルフェスが海外のメタルフェスと規模に大きな差があることがよく話題になったりしますよね。それでダウドパークなどの日本のメタルフェスが海外のメタルフェスの劣化版、介護館だとけなす人が結構いたりしますが、それは大きな間違いです。両方に行ってきた自分が断言します。こういう人ってそもそもはっきり言ってメタルもフェスも分かってないと思います。フェスのラインナップとライブの写真だけを見て全てを知った気になっていませんかね。それは甘いです。ダウドパークはバッテンやダウンロードみたいにものすごい数のアーティストを呼んでド派手なことはできませんが、その代わりに気軽で快適に楽しめるフェスとなっています。都市型フェスのこういうところとても大きな利点なんですよね。その一方、大規模な郊外型の野外フェスはハードな環境に備えて重装備で挑まないといけません。参加する敷居が高いです。規模は大きけりゃいいってもんじゃないんですよね。実際に海外の野外フェスに行くと日本のラウドパークなどの良さを再確認するんですよね。ゲームネタはダウンロードに行って楽しい思いももちろんしましたが、一方で手軽で快適なラウドパークなどの日本のメタルフェスを恋しくなったりもしましたね。こっちのフェスが羨ましいとかいざ行ってみるとあんまり思わないです。大規模な野外のフェスもラウドパークのような2万人ぐらいのキャパのアリーナでやる屋内フェスもどちらもそれぞれ違った良さがあります。膨大な数のアーティストがいる代わりにハードな環境となる野外フェス、規模が小さくなる代わりに快適で手軽に足を運べる屋内フェス、どちらの方が優れているかなんて決めようがありません。どっちも素晴らしいフェスです。どう素晴らしいのか種類が異なるだけなんです。野外か屋内か郊外型か都市型か、この違いでフェスは大きく変わってきます。そういうところにも着目してほしいですね。また海外の大規模なメタルフェスを日本でもやってほしいとか、日本のメタルフェスは海外のメタルフェスを見習えとか、そういう人見受けられたりしますが、実際に行ってきたものとしてはそんなに見習わなくていいと思います。ダウドパークなんかはこれまでやってきた通り、秋に埼玉スーパーアリーナで土日2日間開催を常時確実にこなす、継続していくのが最善だと思いますね。大規模な野外フェスにしてしまうとハードでしんどいことを理由に行くのをやめてしまう人がいっぱい出てくるんじゃないかと思います。ダウドパークがいつもチケットが即完売していて、なおかつ客がみんなアウトドアが大好きな強靭な人たちばかりだったら、郊外型の大規模野外フェスに切り替えるべきかと思いますが、現状そんなことはないですからね。変に欲張らず今までやってきたことを維持していく方がいいでしょう。都市型の屋内フェスの利点であるあの快適な環境を損なわれてほしくないですし、出演アーティストが多すぎるのもまた困りもので、お目当てのアーティストの出演時間が被ったりするのはもちろん、あまりの出演者の多さに誰が出るのか覚えきれなかったり、いることを見落としてしまう出演者なんかも出てきますね。ダウドパークぐらいの出演者数が程よいと思いますよ。それと言いたいのが、海外の大規模なメタルフェスに本気で憧れるのであれば、ラインナップや大規模なところに目を向ける前にまず向こうのフェスの客を見習った方がいいです。毎年必ずフェスに行くと決め込んでる人ばかりであるところと、あんなハードな環境をさも当然のように過ごすとてもタフなところ、いざ行ってきたものとしてはそこがすごいと思いました。
まあダウドパークに何を望むにしてもフェスを大事にしていこうというのは変わらないですね。日本のメタルフェスダウドパーク、また秋の恒例行事として戻ってきてほしいです。毎回すごいメタルバンドが来てくれるのはもちろん、環境面にもとても恵まれてますから、いろんなフェスに行ってみるとダウドパークがいかに優秀かよくわかると思います。快適にたくさんのすごいメタルバンドのライブが見れる環境面超優秀フェスのダウドパーク、大事にしていかないとね。次にいつダウドパークが開催されるかはまだ不明ではありますが、開催されると決まったら現レタは絶対行きますよ。最高のメタルフェスなんですから、メタルが好きなら当然です。